どうも菅田一ですすハンズゴルフクラブからお送りしております本日の会話はですね皆さん憧れのこの上から入れるダウンブローというインパクトを目指すためのぜひ知っていただきたい情報ですね、なぜ、まあ、ダウンブローをやりたいけどできないのか、さまざ、あ、まなこう技術的要因はありますし、技術的要因に関しては今まではもう説明している部分もあるんですが、今日はその意識ですね、どういう意識をしなければ、やはりダウンブローにならないかというお話をしていきたいと思います。 まずそのダウンブローということについて簡単に説明をしていきたいと思います。今、ピッチングを持っているんですけどダウンブローというのはクラブヘッドがボールに対して上から入ってくる私の表現としてはこの飛行機でいうと着陸してくるような感じ今からこう地面に落ちてくる途中でボールに当たりボールに当たった後にその先の地面を削っていくいわゆる最下点がボールよりも左に来ている状態素振りしたときには 左側にクラブがすることがぶつけることができるこれがダウンブローです。で実際ですね、多くのゴルファーの方はこのボールよりも手前手前にするもしくは手前にすらずに上がり際飛行機でいうとこの離陸直後ですよね上がり際で当たってしまうというところでこのダウンブローができずにいわゆる煽り打ちです、この下から離陸で当たるというのは煽り打ち、アッパーブローともいいますが。 唯一ドライバーに関してはアッパーブローもしくはティーアップしている状態だとアッパーブローで打つことが効率が上がるパターンもございますでも基本的に短いクラブほどはダウンブロー長くなるにつれてレベルブロー最後はアッパーブローというような形になるので、まあ、何がダウンブローがいいんだっていうお話なんですがまずはです、ね、やっぱりロフトをしっかり立てたインパクトがダウンブローになってくるとできるということですね。 なのでショートアイアンというのはロフトが多く上に向いておりますので上に向きすぎたインパクトというのは非常にこうスピンがかかってしまうこすってしまうのである一定の距離フルショットになってもなかなか力が伝わらないという状態になってきますえちょっとですねいわゆる一般的なこのアッパーブローというのは少し手がほどけて右足の前くらいで手元がこうインパクトしているようなこのような状態です煽り打ちラフルか トップするか、まあなかなかジャストミートしづらいインパクトです。今のなんかはクリーンにボールをヒットしたんですが、えー、ハンドファーストになっておらずロフトが上向いているので、飛距離もちょっと出にくいという形です。ちょっと一球ダウンブローに打ち込みたいと思います。少しハンドファーストのインパクトですね。私もそんなに言うほど、ダウンブローのインパクトでは、 ないそんなに鋭角に打ち込むタイプではないんですが特にショートアイアンアプローチピッチング吸番この辺はダウンブローになることでしっかり飛距離と方向性を出しやすくなると今のなんかはいい感じでダウンブローになりましたで今日はその技術的な部分ではなくてその感覚的な意識じゃあどうやってどこにクラブを振りに行くとダウンブローになりやすいよっていうそもそも振る意識を間違ってたらあの ダンブローにはならないので今日はその意識のお話です追いかけタイムですねこれからちょっと、えー、マットがねあります地面地面です、えー、ボールがありますボールがありましたアッパーブローというのはクラブの軌跡が上から入ってきたと思いきや最下点がボールの手前を迎えて 上ががり際これがアッパーーブローですいわゆるですね結構ダウンブローにするために左側をすってくださいさっきも言いましたけど左側を吸ろうと思っても実際にこのボールの左側じゃあ大体5センチ1 0センチくらいだとしてですね5センチくらい左側の点っていうのはここになってますまあちょっとあらゆるゴルファーの方いると思いますがアッパーブローのあるあるなちょっとイメージなんですがこれがアッパーブローの方の軌道ですダウンブローの方の軌道ダウンブロー ボールに向かってます。こう着陸します、うん、要するにですねその左側をスローって思った時に結構意識するのってどっちかっていうとここじゃないですか。もしくはこことか。 最下点はボールの左っていう言葉をダンブローの際よく使ったりしますが実際の本当の最下点というのは地面の中にあるたまたまマットがあって地面があるからこれクラブが滑って跳ね返ってくるんでここまで行かないだけで実際に柔らかいお豆腐の上で打ったらもうこんくらい下まで行っちゃうということですね人によってはも,うもっともっとここまでここまで向かっちゃいますで何が言いたいかというと アッパーブローの方がダンブローにする際にする意識はここの差ちょっとふにふにとねちょっとここの差ではなくてこれくらい差があるってことをまず認識してないんです認識しないといけないこれくらい差があるこの倍以上の差があると思ってくださいアッパーの人はもうはるか空中5センチくらい上に行っちゃってますダンブローの 方まあダウンブローの方がそれをね今意識してるかっていうとそうではないと思うんですよね自然できてる方もいらっしゃるのででも実際アッパーの方がダウンブローにするためにはまず意識の変更として最下点はボールの左に確かに地面の左ボールの左がなってるんですがさらに先にさらに先に行かなきゃいけない全然違うっていうここの距離がそこをまず認意識しないとなかなかこうダウンブローっていう 動きまで到達できない。まず意識としてですね。まあ、言うなればもう北海道でいうと旭川と札幌市っていう感じですよ。わかりますか？だから、これはスクラブにやっぱりソールっていうものが付いてますから。実際こうターフ地面をね、えー、実際芝生の上で打った時はターフっていうのはまあ、1センチから深くて2センチくらいでも考えてみてほしいんですけど、用芝っていう柔らかい芝生あるじゃないですか？用芝ね。あの時ってちょっと深くターフ取れてません。 普段のボールゴルフ場でこれボールがあって、えー、ターフがこう削れるボールのちょっと左側からこれ削れたとクラブが入ってきてこの先が削れるような感じがいいわけですよね。まあ、これが普段のゴルフ場だいたい1 2センチくらいだとします。でも実際こうクラブは、まあ、例えば柔らかい芝生だったらもうこう下に向かってるんだけどソールがあるから実際にはそこまで深く入ってないっていう。 でも角度は結構鋭角にアプローチウェッジとかサンドウェッジとか結構深く入ってるだや同じようなこう打ち方で洋芝とか柔らかい芝生のゴルフ場で打ったら同じような角度で入ってきたらやっぱりその削れる深さもちょっとこう深くなる結構ものによっては自分なんかイメージ的にこう3センチから5センチくらい掘れてるんじゃないっていう時もあるようなもうそんくらいこう厚みのあるターフが取れるんでってことはそのさっき言った アッパーの人とダウンブローの人が向かっている方向は全然違うということ、ここにまず気づこうというところなんですよね。えっとね、ここじゃないよということです、狙いはこの左っていうのはここじゃないよっていう、ここを狙ったってそんなにダウンブローにならないですよっていうこと、実際に狙うところは地面の奥深くを狙わなきゃいけないんですよっていうことなんで。 ちょっとその認識、まず今日意識というところはちょっと今日の動画の大きなテーマなんですけど、ちょっとお分かりいただけましたでしょうか。なので、練習法としては、ですね何か自分がですね足元が高くなるような木の板、ホームセンターとかで売ってる5センチくらいの木の板、それをこう足元にこう乗れるくらいの、足の幅くらい乗れるくらいのところにまあ乗っかって、単純に5センチ高くなるわけですよね。センチ高くなった状態でこう 振っていくいつもより低いところに振っていく意識これでボールに届かせられるようになればダウンブローの普段よりもやっぱりよりこう下に向かって振れてるっていう意識が芽生えたりとか素振りに関しては実際にこの左側のボールのところまでこのヘッドがこうぶつかっていくそのぶつかるっていうのが大事でかするんではなくてぶつかるしっかりですねこう地面 地面からクラブヘッドが軽くポンとこうちょっと弾かれるくらいの手にあんまり衝撃はねそこまで大きく来ないんですけど少し弾かれてるかなっていうような衝撃があ少し感じられるくらいの素振りをまずできなきゃいけないとこれ実際にですねアッパーブローの方にまずやってみましょうっていうとほとんどの方ができないしめちゃくちゃ右になってしまうというで左に当たったとしてもかすっちゃうだけ。 っていうなので、今のちょっと頭の中でもう一回こう思い描いてほしいんですけどねボールのさらに下に比べては入らなきゃいけないんだという点で左側に見るだけだとこれそんなに入射角が実際に変わってないという意識として、まあ、これはダウンブローというのはですね体の使い方ももちろん重要なんですけど手の動きだけでもどうにかなりますので実際にダウンブローの手打ちというのがありますかしっかりこうダウンブローの手打ちダウンブローの手打ちというまずこの腕の動きというのは非常に いわゆる良くない手打ちとも呼ばれますが基礎の,このスキル技術としては腕の使い方という点でも特にアプローチなんかでもこう大事になってくるので今ピッチングですけどこう短い距離でのアプローチでも上から下にこう向かわせるこういう動きはほとんど体というよりもこう腕の技術でどうにかできる部分ですまずはですね。 こんな簡単そうに見える振り幅でも思ったより多くの方が上に振っているっていうのが事実です。まずそこにですね自分ができていると思わないでください。今ピッチングで打ってクリーヒットしてほぼもう1 0ンチ、2 0ンチぐらいしかボール上がってないみたいなそれだけロフトを立ててダンブローに打てているっていうようなまずは短いクラブでこうやっていただきながらそれをフルショットにつなげるためにはもちろんですねこのの体ねじれの動きで、 下元が結果的にハンドファーストをキープできるような体の使い方も重要なんですがまずは腕のテクニックのみでこの手を下に向かわせるっていう平面上で考えているとこなかなか入射角が変わらないんで是非今のちょっとダンブルにならない方は断面図をね頭の中で描いてどこにクラブヘッドどこまでしっかり向かわせなきゃいけないんだっていうちょっと意識を変えていただければと思います。 いやあんな地面の奥底を意識したことなないですなかなか、まあ、できてる方はもちろん意識なんてし、まあ、てない方多いと思うんですけど実際できてない方はあれだけ違うっていうこれだけ違う上から見たらヘッドがここに落ちるかここに落ちるかっていうそれだけの違いっぽく見えるじゃないですかでもこんくらい違うってことなんですよ振ってる高さはこれってめちゃくちゃ大きいですからね本当にこの高さの違いが起きてるっていうこの 10cm の落ちる場所の違いではなくてもう実際1 0ンチ以上の高さの違い狙ってるそもそも狙っているところが全然違うというそこをです、ね、気付けるとこう自分が本来向かわせなきゃいけないところっていうのが分かってきて初めてこうじゃあ体の動きとか手の動きとかっていう風に向かうべき本来のゴールが見えてくるので、まあ、ちょっと旭川と札幌というそんなに北海道詳しくないんですけど1回しか行ったことない、ね。 参考になれば高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はいました、それで